今日はですね、はい、まあ、はるばるどこですか？栃木来ました。栃木、はい、宇都宮ですね。宇都宮ですか？わざわざありがとうございます、はい、いや、こちらこそ、はい、俺も同級の隠れ家のお店に、本当ですか、わざわざ来ていただいてありがとうございます、はい、紹介します。そう、ショエも今日ポップアップやってるんで。あ、マジですか？はい、なるほど。最高じゃないですか？日曜日限定、最高ですよ。なるほど、いいね。限定で、はい、古着屋ですよね。古着屋とカフェ、カフェあとはあのサンドイッチ、キューバサンドも多分やってるんかな。食べたい。うん、まあ、じゃあね、古着見て、はい、ちょっとチルって、はい、カフェでぜひちょっと見に行きましょうか。行きましょう。いいですね、はい、行きましょう、行きましょう。結構隠れ家的な場所なんで。あ、そうなんですね。はい、これでもだいぶ中心地ですね。で、宇都宮は初めてですよ、これ、ね、初めて、初めて、初上陸です。なるほど。自分の同級やってる店なんですよ。そうなんです。あ、なんかもういい感じ、いい感じです、はい、こんな感じで。お邪魔します。こんにちは。お、いたしょうえ、しょうえいました。おはようございます。おはようございます。いい感じじゃないですか。ほら、店の感じがまずいい。ね、ね、ね、素敵なお店。ブラザーの新田です。こんにちは、新田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんかもういきなり良さそうなのいっぱいありますね。セレクトが多分うちら好みの。ああ、ありがとうございます。アメリカメインですよね。アメリカメインですね、東方アメリカで。すげー、なんかいいね、いい感じ、うん、お店何年目だっけ？3年ちょいです。あ、そうなんですね、はい。時期的にも一番脂乗ってる時期だから。確かに確かに、うん、一番パンパンですね、うん、パッと見る限り本当にいいのありそう、うん、ちょっと見ていきたいと思います。いや、もうゆっくり見ててください。よろしくお願いします。で、ここであれか、真ん中で翔也がやってるのか。じゃあ、いただきます。フェリスです。すみません。あ、フェリスさん、いい感じに味が出てきてんじゃん。何日焼けとかもしてきて。そうだね、松木さんが書いたんですもんね。ここで書いたの。そうそうそう、このポップアップの時にかけて書かされた。ここまで来て、うん、ここまで来て1日かけて書かされた。内職みたいな。内職でずっと、うんうん。なんとかね。何も4回目なんだよね、今日でね。そうです、4回目。そうなんですね。定期的にやらせてもらってる。あれ、なんかかっこいいのあるね。あれ、フェリス。あ、そうです。これも夏木さんが。あの時に、ね、書いたんですか？もう1日かけて。素敵。こっちも量ね、積んだね。2型あるんですよ。これ普通の、ね。そうなんですよ。こっち8分丈ぐらいで。これ元から、元から？いや、ちょいから自分リメイクで。早いね。いい？サイズ出る、出る。これ好み出るよね。好み出る。こっちもなかなかいいんだよね。切れたねえよね。あ、なんかいいセットあるぞ。セットいろいろ入荷しました。モーツァルトです。ね、いいね。モーツァルト。ベートーベンあるもんね。モーツァルトスウェット。そう、いっぱい持ってんな。あっちもシャツだ。あっちもシャツだ。あ、この全部がショーの。そうです。あとハンガーラックのこっちもね。いや、なんか良さそうな古着屋さんね。テンション上がるな。決めました。めっちゃいい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。サイズもいいわ、L で。洗うとこういい感じで、いい感じで、くるくるいいね。サイズ感もいい、L、うん、いいね、うん、キープで。結構ヘンリーネックとか、あとタパンクとかいろいろレイヤードできるわ。シャツとかで。いいじゃん。かっこいい、ね。着てきたかのような感じ。確かに。もうこっちに。これ見たよ、なんかインスタで。ね。おぉ。いっぱい入ってきたんですよ。コンサルト。結構古いよね。それ、かっこいいですよ。ね、レアだよ。うん。音楽家のヴィンテージスレッドは。最高じゃん。ちょっとこう、ペンキとかも。ね、いい感じの。色もいいね。色いいね。ね。モーツァルトあんま見ないね、確かに。これいいな。ベートーベンの、ね、あるよ。これいいわ。モーツァルトの実質サイン入りなの、これ。古すぎやつ、ね、やばいですね。うん、セットあったんだみたいな。なんだよ、ちょっとセット生きねえよな。自分でこれ自分の作ってたらちょっと嫌っすけどね。スレッドない時代だし。面白いな。売ってる時に直筆なんすよ。すごいよね。自分でそれ作ったら嫌だな。ねえ、音楽家なのに。ねえ、確かにすっげー技術だよね。違うぞ、うん、売ってましたね。結構高いっしょだね。結構高いっすよ、これ。値段ついてねえんだよ、これ。あ、そうだよね、スペシャルだもんね。スペシャルだね。3000円3000円
3000円。これ目だけ切っちゃえばもう3000円。目出し、目出しで目出しだったらいけるかもしれない。チャンピオンと逆だよ、チャンピオンは高くなるのに目出しだったら安くなっちゃう。誰か分かんなくなっちゃう。確かに、誰か分かんないですよ。そうそうそう、またちょっと変わってくるよ、そう。そう、分かっちゃうかな。目出しでもうだと目出し3000円。これでも即売れだろう、ね、即売れですね。3000円だったら即売れ。3000円だったでもいいんじゃない、メルカリとかのさ、そタイトルはさ、すげえ良さそうじゃない。できれいやできれいやできれいやめなしさ。でもかっこいいよね、これサイズもゴールデンサイズだし、うん、形もいいんだよな、これこれも早いもん勝ちだね。うん、ボディの L、 これこれで L です。ああいいんだよな、これなんかどっから見ても目が合ってるような感じする。ああ、そうなるほど、ね、確かに確かに合ってるに見える。目合ってるか、あ合ってる、見られてる、見られてる、文字常に見られてる、見られてる。おちょっと浮き見見たい見たい。なんでそんなことしたのっていう目してる。なんでそんなことプリントで一言、なんでそんなことしたのっていう目してる。そっか、おでみたいな口調。いいね、いいね、いいね、はい、超いいわ、タイプ。おおおもういい、かわいいわ、これちょっとゆるゆる、あ、いいね、小さいんだね、うん、この感じがいいね。うん、いいね、アームホールいいね、ね。もうちょい、もうちょい、もういいわ、これそれいい、普通に自分で、自分でしたいめっちゃいい、やっちゃいいよ、やばい、やばい。リバースとかもあるね、いっぱい。いっぱいあるっす。ほんとだ。全色あるぐらいのラインナップですよ。黄色もさ、こういう地味な違いがあるからさ、うんうんうん、選びがあるよね。いいね。いいっすね。迷彩のお母さん。サイズも良さそうだよ、これ。ね、サイズ良さそうだね。バックしないれば。ちょっと見よう。なんかサーマルのやつだ。あ、いいわ。ちっちゃい。ちょっとちっちゃい。ちょっとちっちゃい。俺だったな。いいっすね。俺だったな。若干ちっちゃいよね、これ。うん、俺ちょうどいいぐらい、ね。ケントちょうどいい、ね、多分これ。でしょ、うん、ケントだと結構サイズ感が違うか。意外に違うんですよ。もうちょいでも、アンサイズ大きくてもいいケースな、ケント。着丈はちょっと短いから、うん。若干ちっちゃいよね。うんうん、若干ちっちゃい、若干ちっちゃい、見てみ。まあいいんだけど、ジャストって感じ。ああ、ほんとだね、すっげえジャスト。これ1枚やったらまあギリだけど、そうそうそう、中とか着込めないね、絶対セット着たらもうナイスいいよ、ナイスいいっすね、ナイスいいよね、ほんとね、ね、電車2人のお店みたいな感じだ。うちらの事務所も結構進んできたんで、あ、ね、動画で見たな、ぜひ遊びに来てくださいよ。みんなもういいの、もう結構いい感じです。え、広沢さんも行きました。僕は初期、広沢さんも何もなってない時に来ました。借りたばっかの時、そう、スケルトンの時来て、あ、だから一番びっくりするタイプなんです。わかるから、工程が。で、この前初期来てくれて、この前それに行かせてもらいました。ちょっと日にち決めて行きましょうよ、ぜひ遊びに行きたい、ね、もうしれっと来てますよ、広沢さん。これめっちゃいいよ、そう、本当だ、来てますね、ね、いいっすね。してきたからより本当に、ね、違和感ないよ。いいな。本当に新作だもん。あのうちらが、ね、紹介した。いい色。70年代ぐらいか。そのぐらいのスター系。スター系ね。いいっすね。ちょっと候補だな。ちょっと抑えて。これ全部3000なわけじゃないよね。いや、やめてください。やめてください。やばいからね。うん、セレクトが俺好きなやつだ。キャンバーあったり。本当だね。こういうワークシャツもさ、好きじゃん、ワークジャケットも。それいいね。いいっすね。上のそのビーントートみたいなのは？なんだ？ビーントートかね。ちょっと古めじゃない？うん。ビーントートじゃないかも。ビーントート。肩かけれんじゃない？それだったら。そうだね。あのうちらが持ってるやつさ、ここがめっちゃちっちゃいの。サイズ感的にはこれ同じぐらい、よりちょっと、うん、もうちょっとなんか横がでかいみたいな、正方形なんだけど、ここが異常に短くてできないんですよ、こうやって。
カウンター来たら入んないね。入んないサイズ。これだったら背悪くない。サイズも結構いいし。正方形だね、こっちは。じゃあ長方形のやつ。それ見せて、ほら、こう広いの、たまには。でかいか。そう。パタゴニアの、あのオーガニックコットン使ってる90年代のやつ。これもうちら好きなやつって。何個か持ってるもんね。うん、全部、全体、結構あるもん。マジで？あ、それいいな。色を選び放題だよ、本当に。だってほとんどそうだよ。10枚ぐらいあるもん。見せて。あ、いいね。渋いね。うん。それ同じのが2枚あった。サーフィン。どれ？この赤いやつ。多分一緒だと思う。ほんとだね。それいいわ。全部90年代か。多分これもいいよ。すごいっすよ。これもいいね。これもいいね。で、さっきのやつ。うん、左胸ワンポイントでこの後ろポイントの鍵ですよね。うん、アメリカよくビーチティーとかでこんな感じだもんね。そうですね。それかわいいね。やっぱリメイク、それリメイク。やっぱりこれすごいリメイク。あ、これね、ショーエがリメイクやつね。これなのでちょっと。なるほど、これもそうやね。こっちも。こっちはあの真ん中が。おお、すごい。いいね、いいね。一応こうちゃんとこう使えるように、あ、ちゃんと使えるんだ。すごいすごい。本当だ。どっちもこれ70年代のあのシャツなんですよ。70年代のウエスタンとこうボックスのシャツ。逆にこう単体だとすごい着づらい。ああね。しかもこれだとさ、あれじゃん、こっちの元のボディのさ、こっちとかがさ、あのあれボロボロでも、ね、ボロボロでもボロボロでもそっちにリメイクできるから。ね、こっち兄弟いるんで。あ、本当。本当だ。はい。逆バージョン。お揃いとかね、うん。なるほどね。どっちもいいね。確かにペアルックでいけんじゃない？じゃあケントとタクトで。兄弟で。サイズいける？いけんじゃないの？こっちはでかいの多分。ね。いやいや、俺がでかい方だろ。あ、いや、俺とあれかと思ってタクトが。あ、タクト？あ、タクトどっちもいいっすよ。タクトいける？広沢さん、とりあえず来てみて。サイズいいじゃん。いいじゃん。どっちがいい？あ、いいっすね、うん、こっちボタンなんだ。あ、違うんだ、うん、そうなんですよ。あ、何枚もあんだ、展開してんだ。2枚っていうかその解体してボディが。へえ、いいっすね。こっちね、袖があったかいっす。確かに確かに、ほんと階段ちょっと違う。そう、ここちょっと薄い。ここに当たるのがコットン感あるもん、やっぱり。袖あったかいからいいわ。確かにいいな。ね、いいね。あ、切ったんだ、ここも長かったんでしょ。そうです。ここも揃えてやってもらいましたね。これはいいわ。ね。ボックスに。じゃあお揃いで。お揃いで。お揃いで。買いますか？いや、ショーエのはメインイベントだね。いろいろ。中央でやってたね。アウト真ん中で。多い時はね、4ブースとかのね。ああ、そうですね。なんか合同でイベントっぽく。あ、マジですか、ここで？そうそうそう。で、夜とかたまに DJ イベントとかも結構やってる。うん。宇都宮で一番にぎわってますね。ここめっちゃ来るね。ここって結構行きますよね。近いですね。うん、割かし近いかな。タクシーワンメーターってやつ。タクシーワンメーター。歩いちゃ遠いね。タクシーワンメーター。意外に駅前が栄えてないよね、そのそうだね。ちょっと歩いたら、ここはね、オリオン通りのちょっとこの辺だ。宇都宮全然来ないですか？初めて。あ、マジですか？で、だから宇都宮だから駅がすげえなんか栄えてるイメージだったんですよ。ああ。で、来たらなんもないから。ええみたいな。こっちに来ないとそうだね。駅の向こう側じゃない。唯一ここだけが栄えてるって言っていいぐらいなんじゃないか。いやいやいや。イベントね、だって昨日とかめっちゃ来たよね。昨日はもう朝3時までイベントやってました。あ、マジですか？ほぼ寝てないです。これ、ペイントがいい。ペイントいいね。いや、これが。使い込んでる。ショーエ使い込んだ。使い込んでました。あ、そショーエ持ってきたやつ？持ってきたやつ。面白いね、これ。唯一。珍しいじゃん。このペンキ具合、たまんない。それいいね。名前書いてあるもん、ちゃんと。
一回タラ君引かれたのかな。うん、味が出ちゃってるね。人気悪いジャケットは。サイズ良さそうだな。サイズっていい。あつきさん来てみてください。あつきさんカーハートイメージない。これ俺確かにイメージない。面白い。いないからな。あつきさんがこうフードを。これ来て接客したら引かれるよな。うん。イメージないもん。うん。あの帽子サイズ取りますんで、どうぞ。いきなり言っちゃったら。でもなんか可愛い。可愛いっすか。可愛い。いや、いいっすよ。休日とかだ。すいません、昨日ちょっとトラックに引かれちゃって。ちょっと痛いんですけど、まだっていう感じで。トラックに引かれてもそれ無事ってこと。うん、そうそうそう。なんとか大丈夫でした。強いですね、もう丈夫です。ダック字は半端ないですね。決まり文句。うん。うちもっとボロいのあるよ。あ、ほんと？ほんまですか？これ何に引かれたんだろうね、逆に。引かれたシリーズ。これなんだろうね。電車？電車かな？うんうん。うん、いいボロコンスこれも電車引かれたシリーズだね。これ山の手だな。うん、あライナーこんな珍しいっすね。こっちネルっすね、うん、いいね。これネルがちょっと見える感じいいじゃないですか、ね、おお、こんなん入ってんだね。じゃこれも着てみる。すげえな、ここもリブが、あリブやばいっす。すげえなこれ。これもうシェパードに噛まれた。ああよっぽど話さなかったんだね。よっぽどね。よっぽどこっちも若干ね。これトイプーだったらウケるけどな。これ。うん。後ろは？後ろは大丈夫。あ、大丈夫だ。ああ、後ろペロペロって感じだね。いや、これなかなかいいんじゃない？なかなか。結構だって今多いもんね。カハト。カハト多分アメリカないっすよね。ないっす、ないっす。そうだ、ダービーもやってる。ダービーうち超最初からやってて、うん、オープン前の4年前ぐらいに1回サンフランシスコ買い付け行った時は1回も開かなかったんですよ、あの店。あ、そうなんですね。そうなんです。でその後なんか DM とかで何枚か買って扱ってたんですけど。あ、そうですね。今はないですか。今はもうないですね。そっか、全部売れたのか。前にやめちゃって、うん、結構売れたっす当時は。本当ですか。あれいいっすよね。PBR のシャツいいな。おお、それもう一発古いやつっすよね。そうですよね。本当だ。このやつよりもいいじゃん。サイズもいい感じだね。確かに。サイズいい感じかな。多分15ハーフとか M とかないかな。ちょっと着てみていいですか。どうぞ。カリフォルニアレーズンいいね。カリフォルニアレーズン。ボブさんが好き。カリフォルニアレーズン。ちょっと18金のピンバッジが。これなんすか。超昔の自分が中島さんが赤ちゃん、赤ちゃん、目の前に出した時の。ちょっと映せません。ピー見えちゃってるんで。懐かしいね。1回目のバイビーライトの時に作ったピーバッチ。かわいいこれ。これレスキュー隊に呼ばれた時だよ。懐かしいな。あ、サイズぴったり。めっちゃいいじゃん。いい感じ、いい感じ。着てそうじゃん。ね。これいいっすね。ケントやっぱこの色似合うね。古いね。柄いいわ。柄いいね。馴染んでます。それいいな。広沢さんが黙々と。いやー。普通にちょっと喋らず買い物しよう。シアーズじゃん。シアーズです。ここまで古くないですけど。綺麗だね。綺麗です、これはすごい。でも今の時期ちょうどいいね。カーディガン。ほら、似合いますね。似合いますね。どう？いいっすね。いいっすね。広沢さんサイズだ。ね。かっこいい。いいな、これ。ちょっと。やっぱ T シャツが効いてるからね。確かに。確かに70年代だとミッキーが点がない目なんですよね。そう。あ、眉毛もない。これ多分レディース。あ、そうなんですね。形が確かに。さあ、カーディガンもレディースなんじゃない？サイズ。これちょっと細いね。細いですかね。広沢さんジャストです。他人にやらないからヘビネルとかネルシャツ集めてて。あ、そのいいっすよね、これ。90後半ぐらいから。いいね、ちょっと。好きなんですか？うん。集めてるんですよ。個人的にも集めてるし。そうなんですよね。なんでそのパタゴニアの。なんか柄がめっちゃいいのと、形がこっちのヘビネルは着丈短くて身幅広いみたいな、昔のペンドルトンみたいな形してるのと、でこっちがフランネルなんですけど、
フランネルはなんか種類がめっちゃ多くて、ちょっと柄集めたくなっちゃうな、みたいな感じで。で、大体ポルトガル製のものだけを集めてるって感じ。ああ、そうなんですね。はい。うん、この辺も全部パタゴニア。ああ、そうなんですね。はい、リバーシブル。リバーシブルじゃない。これ全部一応古着ですか？全部古着なんですけども、ほぼデッドとかも。袋かかってるのはほぼデッドとか。おぉ、タッキーショップ。サイズ感いいね、ゆったりで、ね、サイズ感いい、ね、本当に見張り広くてそうやって来ちゃってるけど、いいよね、着やすいわ、このシルエット。そうね、うん、短丈で見張り広いね、うん、肌混み合って感じじゃなくていい、そうですね、ですね、わかんないですもんね、着ててね、肌混み合ってるの、いいな、もうワンサイズ下でもいいから、うん、別に、うん、スウェット着てるしね、そうですね、今ね、見張りはちょっと広い感じ、うん、色合いもいいもん、これ、うん、渋くて、こっち来てみよう、ちょっとサイズ着ましょう、これいいわサイズ感こっちもいいですね、これいいわ、サイズ感、うん、いいね、うん、こっちだね、イーストウエストっていうカラーで、はいはい、あ、そうなんですね、こっちがレーズンっていう、へぇ、名前あんすよ、ちゃんと名前あって、パタゴニアのカタログ集めてはい、そうすると全部カラー名が出て、へぇ、すごっ、このカラーいいわね、いいね、うん、めちゃくちゃいいな、カタログあるんですか、今カタログめっちゃあるっすね、見たいな、それでもめちゃめちゃあるんで、もうちょっとこの辺全部当時の、うわ、当時のカタログね、すげー集めたそう、91年とかはまだ日本語の表記がないんですよ、あー、そうなんですね、そうなんですよ、アメリカのやつで、で、この時はまだヘビネルは確か作ってなくて、こっちの、うんと、ラウンドのフランネルの方はもう91年からあるっすね。へ、はい、で、あ、ヘビネル。これカタログだけで5000円とかするんですよ。あ、そうなんですか、ね。そうなんですよ。これ売り物じゃないですか？これはもう資料で。もうやばいっすね、あ、 これが、あー、さっきのですね、さっきの、多分さっき来てもらったやつこれかな、ストームブルー、カタログにあるやつがここにあるっていう、ね、そうですね、それいいね、でカタログに載ってないやつもあって、うん、それはめちゃめちゃレアなんですよ、あー、なるほど、サンプル品じゃないけど、はいはい、これほとんどじゃあ90年代とかですか、90年代と2000年、だいたい2006年ぐらいまで集めてるっすね、これ見てください、いい帽子発見しました、じゃん、なんすかそれ、これね、ダイナソージュニアって言って90年代のバンドっすね、へぇ、これはもうリアルタイムで聴いてました、あ、そうですか、そういう思い出があるね、バンドとかいいっすよね、いや、意外とね、こうほらスポーツ系とかアウトドア系多いんですけど、音楽ネタが結構あって、うん、これ結構いいですよ、バンド T シャツもね、いっぱいいいの探したらありました、何ですか、うん、これとか知ってる、知らない、 REM、これも90年代のバンド、95年のやつだって、うん、ツアーの、これはいいっすよ、これフルスローワンが死んだ時に聴いてたのが REM、そう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 、あ、そうなんですね、結構好みの T シャツが多い、バッドブレインズ、かっこいいっすよね、これね、この辺もろもう広沢さんドンズバですよね、そう音楽ネタが結構、中島さんもやっぱり好きですからね、結構好きですね、その辺はチラッとレッチリ、あ、レッチリなんですね、レッチリ新しいやつ、そ、何年ぐらいなんですか、それ、いや、今年ね、あ、今年のやつなんですね、デザインいいな、ね、ね、これ中島さんの私物でも売っちゃってんじゃないですか、私物売りしてるだ、買えない人多いって言ってましたもんね、なんか色がもうなんか古着っぽくなってるけど、で、デザインが全部ヴィンテージのデザインののメンバーが今なってて、あ、当然も昔あって90年代に、あ、これ、そうっす、あ、そうなんですね、何見てたらかっこいいね、ほんとだ、ほんとだ、一番ありますよ、急いでください初めからこの色なんですか、この色っす、いいっすね、いい色だね、うん、まあ、その時のライブがライブの時なんですけど、それは売り物じゃないですけど、いいよね、デザイン、これもデザインほんと古いね、見えるよね、ちょっとサイケな感じ、デザイン、フリーの奥さんだから、あ、そうなんですか、あ、そうなんですね、めちゃくちゃセンスあるね、ヴィンテージって言われても分かんないぐらいね、デザインの感じ、うん、で、こっちが2006年の
同じメンバーに最近戻って、このメンバーでまた今やってるんで。サンフランシスコのアメーバで買ったっす。なんか珍しい系とか。珍しい系みたいな。なんだろうね。来てみましょう。それでめっちゃあるのが、はい、このインファーノジャケットってやつなんですけど、はい、これ S でいけると思うんですけど、これですね。でパタゴニアの中で一番あったかいと思う。これ年代どんぐらいなんですか？これ2000年ぐらいですかね。ほぼデッドしたもんね。綺麗だね。わあ、ボアがもうめちゃめちゃ綺麗だよ。なんかめっちゃいいじゃん。柔らかいね、ボア。ね、すごいね、まだ。赤だけで5着ぐらいある。あ、そうなんですね。はい、ああ、ね、これはね、あったかい。いや、でも、似合うわ。いいっすね。もうあったかい。めっちゃあったかい。もうこれスウェット着て、これ着たら、似合うっすね。着て、それいいな。サイズぴったりだ。うん。まあ、軽いね。軽い。かっこいいわ。まあ、いいわ、これ。これで5着ぐらいあるっすね。すごい。すごいやん。仕入れたてではなく仕入れたてもある。あ、もういいのが見つかったら仕入れるみたいな。これもいい色。それいい色っすよ。弟何色？後染めか。あ、ぽいっすね。ステッチが、うん、白だし。そう、でもリバースでね、うん、それ飛んでるけど、でも霜降りのやつに後染めなのかな、これ。何のあれ、どうなの、ぽくないんだな。でもタグが、どうなんだ、タグが染まってないですよ。あ、本当だ、本当だ。やっぱりだから、うん、どうなんだろう、うん、確かに元カンかもね、これ。えステッチコンなんでなるかな。買おうとしてます。マサチューセッツ結構高いですからね、今。これやばくないですか。これ、これ畑にいいかも。畑にいいですよね、これね。なにこれ、ミッキーズの。いいね、古そう、これ。古いでしょ。でもこれ、ちょっと無理だな。これ形やばい、いけますよ。可愛いけどね。これもう、濡れたら一発でダメ。確かに。コットン、コットン、コットン、ね、こんなのあんだね。ね、うん、初めて見ました、可愛いミッキーズ。大きそうじゃん。中があれなってるの。おぉ、肝、肝、交換性ある。ほんとだ。これじゃあ、普通の防寒手袋落としても使えるんじゃない。あ、確かに、確かに。軍手の代わりみたいな。ああ、そうね。よくないですか、ね、広沢さんサイズですね。サイズこれ、ね、これちょっと防水かな多分。と思いきや、パッキパキなんですけど、これ多分もう割れますね。おそらく。サイズほら、もうくっついちゃってる。そうなんですね。はめてみれば。やばいですね。やばいやつ。サイズ、広沢さん。んサイズ。でかいんじゃん、これ。でかいですよね。そうなのかな。あ、でかい。でかい、うん、でも普通に防寒用だったら悪くない、うん、サイズメンズメンズとしか書いてありません。サイズがないのかフリーみたいな。フリーだよ。あ、まあ、でかいショットは 180センチぐらいの人だといけそうじゃない。でかいショット。まあ、俺はでかい。でも可愛いね。可愛いな。これがやっぱいいね。いいね、色はいいね。でもこっちこっちしか入ってないよね、もプリントね。あ、ほんとっすね。ほんとだ。うわー、これ両方サボってんな。サボってんすね。片方、ね、くそー、いいけどね。だってこれさ、正直置いてただけでも可愛いからね。可愛いね。どうすか、スタジオに。いいと思う。これを額に入れて飾れますか。レア感出して。可愛いけど、可愛いよね、これね。メドイン香港です。3000円。3000円です。いいかもな、うん、くっつけてみて。悪くないです。なんか作業するときに自転車こうやって結構いいよ。あの手袋かわいいですね、ね、うん、確かに手袋として使ったらいい、ね、うん、畑では使えない。これいいな、普通に。いいよね。ジャパン結構いいね。結構いいわね。ツートンなのがいいよね。うん、逆に片方もいいのかな、リッキーズ。確かに両方がくどいかもしれない、ね、うん、じゃあ候補です。一気に結構あるよ。マジ、うん、US の全部。本当だ。これがめちゃくちゃいい色。本当はね。ね。よくね、これ。いいね。珍しくない、この色。珍しい。この感じ。ね。霜降りみたいな感じ、うん。足が長そうだけど、ウエストが良さそうなんだよね。
着てみるでしょ。履いてみるわ。結構太いけど。結構太いね。意外といいじゃないですか。この太めに履くにはいいかも。まあそうだね。似合うね。結構太いね。緩かったわ。うん、絞って、ね、絞ってで。このサイズ感いいわ。楽で。うん、色いいね。色いいですよね。もうザ・ストレートみたいな感じにしてるとね。いいっす、これ。ちょっとさ、あの、腹減ってきてない？確かに。お腹空きましたね。ね。何があんだっけ？キューバサンドだった。キューバサンドとサンドイッチ。また名前が変わりますから、ね。あ、そうなんですか。こっち入るだろ。こっちは何なんですか？じゃあ、バイミースタンド。あ、バイミースタンド。サンドバイミーみたいに？サンドバイミースタンド。聞きますか、じゃあ。もうここもすごいいい感じなのね。ね。うん。松木さんがいますか？いただいてます。こちらが、キューバサンドもあったんですけど。キューバサンド食いたいな。キューバサンド食いたいっすよね。食いたいっす。作ってもらえんのかな？聞いてみようかな。え、食べれないの？食べれます。食べたいけど。キューバサンドで食うの？あ、いけます。いけました。いけます、いけます。じゃあ、食べましょう。バナナシェイク。バナナシェイク。うん。うわぁ、悩むな。Back up on my grizzly on my bar. Yeah, yeah. Ask me how I'm doing, doing awesome. Yeah, yeah. Fake energy, that's why you lost him. If you come around, it's time it costs. Yeah, yeah, yeah. I can't judge nobody, no, we all fucked up. どこで？はい。ちょっとチルっちゃったんですけど、はい、まったりね、めちゃめちゃ良かったです。もう何時間いんだよ。結構いますよね。4時間ぐらいいんじゃない？4時間ぐらいいますよ。すいません、ダラダラと。すごい居心地良くて、ありがとうございます。本当に行っちゃってる感じなんですけど、出てください。まあ良かったね、初の作りがね。めちゃめちゃ良かったです。キューバサンドもね、めちゃめちゃ美味しかった。すげーボリュームだったね。初めて食った俺ね。初めて食った。そう、このネームになってから初めて。名前がなったるとね。そう、もう帰りましょうか、東京に。そうですね、はい、明日も仕事なんで。明日も仕事なんで。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。